はい、本日はですね、8月に買ってよかったものというのを紹介していきたいなというふうに思います。で、毎月ですね、月末に来るお話してるんですけども、あっちゅう間にまた月末が来たかと思って、もう気がついたら夏が終わりなんですけども、まあ、今回もご紹介をしていくんですが、これざっとね今出させてもらって、これ実は全部じゃなくてまだまだあったんで、ちょっともう出し切れなくて、多分これ全部出しちゃうと僕が埋まっちゃうと思いますので、まあもう最小限に抑えたんですけど、まだ出せてないのは何点かあるんですが、まあ、今回も、紹介していきたいなというふうに思います。で、今日紹介するのがですね、まず洋服を、ベスト5紹介していって、5位4位3位2位で紹介して、で次番外編、あの生活的にこれめっちゃ良かったですよみたいな話をして、それが番外編3つあるので、それをご紹介して、最後ベスト1を紹介しておしまいという感じの流れでいきたいなというふうに思いますので、まあ、今月も相変わらず20万以上は使ったと思うんですけど、まあ、その中で良かったものをランキングしていきたいなというふうに思います。ではまず早速いきたいんですけども、第5位というのがですね、こちらのミステリーランチのヒップモンキーになってます。で、これがですね、結構最近紹介したはずにはなってると思うんですけど、これパッて画像を見てるときはまあまあそこそこ良さそうやんと思ったんですけど、実際これ実物届くと、あ、めちゃくちゃ使い勝手良さそうやなと思って、というのもまあこれ動画、レビュー動画の時も言ってるんですけど、まあカジュアルで合わせやすいようなカバンになってるかなと思うんですっていう話はしたんですけど、僕結構それこそスーツ着ることないんですよね。で、家に引きこもってるんですよね、基本的に。で、 T シャツなんですよね。だからこういうカバンって結構持ちやすくて、それこそ僕白か黒の無地 T 着ることが結構多いので、そんな時なんかはもうこれパッてきたら全然いけますし、で、まあ、こういうボディバッグ、今ないか、ボディバッグとかでもいいんですけど、僕黒が多いので、黒のボディバッグって黒の T シャツの時なんか微妙やったりするんですけど、この色味コヨーテっていうこれ色味なんですけど、これやったらほんまもう頭もう何ていうんですか、何も考えんとこれだけパンって持っときゃそれでいいっていう感じになってて、でなおかつ結構量も多いので、これから例えば秋冬になったりとかして、秋冬になったら多分男性の方って結構アウターのポケットが出てくるから、なんかそれこそ財布とかこうやって入れるじゃないですか、まあ、これ財布じゃないんですけど、財布とかこうやって入れたりとかするから、別にアウターあるから別にカバンいらんでって思う方も多いと思うんですけど、多分中途半端に小さいサイズやったら、いやアウターのポケットでいいやんっていう感じだと思うんですけど、アウターのポケットに入らへんからこれぐらいの容量がいると思うんですよね。だから結構そう考えると、これからも使えるし夏も使えるし、あ、これヒップモンキー結構ええやんと思って、最初は僕カメラ用として買ったんですけど、これカメラ用じゃなくて普通に私服用やなっていう風に今思ってるぐらい結構良かったんで、これはいいかなと思います。まあ、ただですね、5位にした理由っていうのが、ほんまはもうちょっと上位にしようかなと、上位にしようかなと思ったんですけど、まあ、なんで5位になったかっていうと、やっぱ1位2位になるまでほどは使えてないので、まあ、それはちょっと使っていかんとちょっとわからんくて、もしかしたら使ってる中で、あ、これちょっとやっぱ微妙やなって思うかもしれないんで、まあ、今のところはまあ5位かなというところで、こっちが第5位ということになってます。はい、なのでまあ使い勝手がいいし、何も考えなくても合わせれるということで第5位です。では次第4位に行きたいなと思います。では第4位がですね、何やったっけな、あ、そうそうそう、では第4位っていうのがこちらのジョンブルのマスクになってます。で、これがですね、意外と良くて、まあ、それこそ僕今いろんなマスクがあったりするんですけど、その中でもこのジョンブルのマスクって夏用で作られてるっていうのもあるんですけど、このまあ暑い時期じゃないですか。で、僕マスクつけるのめっちゃ嫌いなんですよね。だからまあ基本的に引きこもってるっていうのはあるんですけど、外に出た時とかって絶対マスクしないといけないじゃないですか、今のこのご時世ってなった時に、この裏側がメッシュで作られてるっていうのって結構ありがたいと思いますし、それこそ僕そんなに汗かくタイプじゃないんですけど、それでもやっぱ暑いなと思うし、僕結構これ言っていいんかな分からんけど、嫁はですね、鼻のとこに汗かくタイプの人っておるじゃないですか、あのタイプなんですよ。だからこうマスクとかしてパッて取った瞬間も鼻のとこにてん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 って水滴めっちゃついてて、あーめっちゃ暑いんやろなと思いながら僕見てるんですけど、まあ、そんな嫁でもこのマスクだと結構快適に持てるみたいで、この水色を嫁は使ってるんですけど、僕はこのネイビーを使ってて、結構涼しいので普通のマスクに比べるとめちゃくちゃ良かったなと思いますし、あとなおかつこう洗えるじゃないですか、洗えるじゃないですか。で、洗って乾くめっちゃ早いんですよ。で、パッて今日、あ、まあ晴れてるんですけど、今晴れてるんで、こう洗い洗濯物してパッて干すじゃないですか。ほんなもう30分ぐらいしてもう乾いてるんですよね。でもそのままパンってつけていったりとかできるので、朝洗濯しても昼のお出かけの時にはもうこれつけれるみたいな感じで、ちょっとお出かけっていうちょっと可愛らしい王をつけちゃったんですけど、まあ、そんな感じになってて、他にも多分いろんなマスクってあると思うんですけど、いかんせん僕他のマスク
持ってないので、まあ、こういうファッションブランドが出してるマスクで、まあ、なおかつこう自社で出してるから結構値段も安く抑えれてるんですけど、これ多分仲介手数料入れると結構高くなってくるかなと思います。これ2枚入りで確か2500円の消費税かなんかなんですけど、多分本前やったらセレクトとかで売ろうと思うと 4,5 千円はするんかなとは思うと思うので、まあコスパ的には安いので、まあ一応動画説明欄に貼ってるんですけど、まあ、そういう感じで、ああ良かったなというふうには思います。はい。なのでマスクマニアの方からしたら、いや他にもええマスクあるでと思うかもしれないですけど、まあ、夏のマスク、まだこれからまだ暑いじゃないですか。正直10月くらいまで結構半袖の人とかもいてたりするので、まあ、そう考えるとまだまだこれは使えるかなというところで第4位ということになってますね。では次第3位に行きたいなと思います。では第3位がですね、ここの中に入ってるんですけど、じゃん、こちらのマンティス26というリュックになってます。でこれがですね、もう動画の紹介してる時からこれ結構いいと思いますよみたいな、小分けにもできるしどんな服でも合うし、でなおかつ背負い心地もいいっていう、この3点、トリプル3が揃ってますよっていう話はしたんですけど、その時に使ってて、まあ、使う前からいいなと思ってたんですけど、その後は実際こうやって使ってるんですけど、それでもええなと思うし、他に特に不満点ないんですけど、ただ1点だけちょっと気になる点があったんです。3位になって、ほんまやったら僕これ買った時1位やなと思ってたんですけど、あーこれちょっと気になるなと思って3位にさせてもらったんですけど、それ何が気になるんかっていうと、見た目とか全然気にならないですし、使い勝手とかもいいのはいいんですけど、一つ気になるのがこのメインの、収納のところっていうのが、このメインの収納のところ中がグレーになってるんですって話したんですけど、この中がグレーになってるこの生地がちょっと余ってるんですよね。だからどういうことかっていうと、このジップ閉めるときにちょっと噛んだりとかたまにするんですよ。で噛んだりとかするのが、あーこれ噛むんかと思って、ちょっといただけへんなと思って、で噛まへんリュックで、じゃあどういうリュックが噛まへんのっていうところだと思うんですけど、まあ分かりやすく言うと、生地が硬いリュックってこうやって柔らかくないから噛むほどまで動かないんですよね。なんか例えばそういうところで言うと、まあ僕持ってる今ちょっともうちょっと遠いから取りに行きませんけど、アロー22とかやったら生地自体が硬いからもう噛むっていう心配がないんですけど、こういう柔らかい生地のカバン、例えばボディバッグとかもそうやし、まあリュックとかもそうなんですけど、やっぱこういうのって噛んじゃうので、まあこれはマンティス26やからっていうことじゃなくて、こう柔らかい生地の、まあ、ナイロンのリュックって噛んだりすることあるんですけど、あこれ噛むのちょっといただけへんなと思ったんで、まあ、3位にちょっと落ちたという感じにはなってます。なので期待値としては1位だったんですけど、あ噛んじゃうのねそこっていうところで、やっぱデリケートなところって噛んじゃダメじゃないですか。だからそういうところを噛まれるっていうところで考えると、まあちょっとまあ見た目はいいねんけど噛んじゃうのねっていうところになってると思うんで、まあ、男性の方やったら分かってもらえるかなと思うんですけど、まあ、そういうところが3位になったという感じになってますね。で次第2位いきたいなというふうに思います。でこちら第3位が、マンティス26になってるんですが、次第2位っていうのがですね、こちらのマンティス2になってます。でこれはまたマンティス続きになってるんですけど、マンティス26はリュックになってて、マンティス2っていうのは、まあこれ2リットル、あ3リットルなんですけど、なんで2やんねろ、まあマカ2やからか分かりませんけど、まあこの、ボディバッグ、ちっちゃいボディバッグになってて、まあこれはもう元々からマカ2っていう、この今後ろにかかってるカバンの後継者モデルとして出たんですけど、これが一応春夏までしか出てなくて、こっちが次秋冬の新作として出てたんですけど、もともと人気で完売しまくりで、もう全然在庫ないっていう状態で、正規品で買おうと思ったら結構難しかったんですけど、まあ、今回秋冬用ということで、だいたいカバンとかって立ち上がりで一番早いんですよね。だから例えば服出てくる秋冬の前に一旦小物とかが出てくるので、まあ、今やったら結構在庫はあるんですけど、まあおそらくこれも在庫はなくなるやろなと思うので、まあ言うたら仕様とか変わってなくて、名前と、まあ、多少の変更点があったんですけど、まあ、ほとんど変わりってなかったんで、まあ、その変更点については動画で喋ってるので、またそれも動画説明欄に載せてるんですけど、まあ、ほとんど変わりがなかったんで、まあこれも多分人気やろうなと思うので、まあ、今やったら多分在庫あるんちゃうかなと思いますが、まだ正規店というか直営店で販売してないのにもかかわらず、もう正規店ではバカバカ売れてるっていう感じみたいなんで、はい、まあ人気で、まあ、逃しちゃうとまたプレネになるか、まあ偽物を捕まされるという感じになるぐらい人気のカバンになっているので、まあ、これも説明不要やと思うんですけど、確かですね、この後ろのところにこういうスマホが入るんですっていう話したんですよね。でこのスマホが入るんですって話したんですけど、これ実はなんかiPhone X とか iPhone 8とかやったら全然いいじゃないですか。やけど Pro っていうシリーズって大きいじゃないですか。で Pro っていうシリーズだと入るんかなと思ったんですけど、他の方のレビューとか見てたら、 iPhone のその例えば 11 Pro とか、10S Pro とかってあるじゃないですか。ああいう大きいインチのやつ、あれも入るらしくて、ってことは iPhone 関係だったら全型が入る
そうですね、全型入るので、まあ、その辺とかはあんま気にせんでいいかなと思いますし、それこそ iPhone で全部入るんやったら、他の、スマホ、Android 系のスマホとかでも全部入ると思うので、ちょっとこれやらしいですね、このシリーズ。ちょっとやりますねっていうぐらい全部入ると思うので、まあ、それはあんまり気にせんでもいいと思いますので、まあ、これの一番のいいとこ何って言ったら、やっぱこのスマホがすっぽり入るのに、しかもジップとかついてないし、ボタンとかついてないからすぐ取り出しもしやすい、やのに落ちないっていうところが良かったりするところやと思うので、あとまあ小分けがあるっていうところやと思うので、まあそういうところで考えると、今スマホ持ってある方やったら全員対応してると思いますので、まあパカパカ持ってたりとか、昔のそのガラケー持ってはる方はもしかしたら厚みとかが入らないかもしれないんですけど、あのスマートフォンやったら、あの板1枚みたいなもんなんで、それは全然入るんちゃうかなというところで、こちらが第2位ということになってます。で、次第1位に行く前にですね、これ毎回そうなんですけど、番外編っていうところで生活のクオリティが上がったやつになってるんですけど、まあ、これもまあはい、お話はしていきたいなと思います。まず番外編一つ目っていうのがですね、何があったかな、あ、そうですね、まず番外編一つ目っていうのが、こちらの書類のカッターになってます。で、この書類のカッター、このちっちゃいの、これなんかなと思ったりしたら、こう書類とかが届くじゃないですか。で、これを一回トントンってして、こう中身を切らんようにハサミで切っていくと思うんですけど、これがあるだけでこうやってピュッピュッってやってあげたら、もう蓋が開くんですよね。で、なおかつ中身の書類も切れへんっていう、これ名前なんて言うんだかな、忘れたけど、なんかそういうめちゃくちゃ便利なやつやって、あの同時に僕も期待値としては、このカッターで段ボール切る段ボール専用のカッターも期待値として結構あったんですけど、これに関してはそんなに、これ段ボール用のカッターいるって今思ってて、正直別に普通のカッターでもいいし、ハサミでもいいから、まあ、そう考えたらこれ代用品があるんですけど、これに関しては代用品がないから、あの書類のカッター、なんていう名前かほんま忘れましたね、すいません、あのレターカッターかな、なんか忘れてたんですけど、適当なこと言ったら怒られるんで、下にまたちゃんと正式名称出てると思うんですけど、まあ、これあのほんまにこうシュッシュッてしたらもう開くんですよ。なんかまあそういう結構、まあ書類届くのって多分今どんな人でも届くと思うんですけど、まあ、これ400円ぐらいか500円ぐらいだと思うので、これは結構あってよかったかなと思いますので、はい、これはまあ良かったのの番外編1つ目ですね。で、番外編2つ目っていうのは、これ買ったものじゃなくて、なんでか知らないけど、僕ら結婚して今3年目なんですけど、結婚3年目やのに結婚祝いとしてもらったコップになってて、これ以前嫁がサードチャンネルでちらっと言ってるんですけど、僕もメインの平凡な一日とかで使ってるんですけど、これ木のコップになってて、もちろん割れる心配とかもないんですけど、これが結構ちゃんとしたメーカーになってて、これ何がいいっていうと、普通に例えばこういったサーモスとかで飲む水とかも冷たくていいんですけど、これはですね、普通に水入れるじゃないですか、まあ、中身こんな感じで普通の木なんですけど、入れて飲もうと思ったらめちゃくちゃ口当たり柔らかいんですよね。で、こんな味変わんのっていうぐらい違うかったんで、例えば高級な水とかわざわざ買うのってまあ邪魔くさいし、そんなんて習慣高いじゃないですか。だからそれやったら安い水やねんけども、いかにクオリティを上げれるかっていうと、これ一個あるだけで今までの水が多分ほんま最初一口目飲んだら分かると思うんですけど、こんな違うんって多分思うぐらい結構違うくて、これ僕プレゼントされて使ったって感じなんで、プレゼントって言っても企業じゃなくて嫁の友達なんですけどね、でその友達も別にここのメーカーで働いてるとかじゃないんですけど、これ使ってみてめちゃくちゃ良かって、まあ、それぐらいこうバッて飲んだ瞬間に、あ、味が違うと思えるので、まあ、特にいつも水とか何でもいいんですけど、お酒とかでも何でも使えるんですけど、口当たりがこんなに今まで口当たりが違うかった、サーモスも悪くないと思うんですけど、それでも口当たりもめちゃくちゃいいでっていうぐらい、ブランドは知りませんけど多分下にあると思うんですが、それぐらい良かったので、これはまあプレゼントとかでもいいと思いますし、あとまあご自身で使われる時に飲料水を高いの買うっていうよりかはコスパ高なるじゃないですか、毎月それやったら、じゃなくてこれ1個買っといたらもう飲料水は安いやつで十分やと思うので、まあ、これは結構良かったかなと思います。まあこれ買ったものじゃないんですけどね、友達からもらったものなんですけど、まあそれが2つ目ということになってて、3つ目っていうのが、今ここにはないんですけども、僕のインスタとかでちらっと言ってるんですが、バルミューダもまあ良かったなというふうに思ってて、ただバルミューダに関してはパンがお好きな方はぜひ買うべきやと思うんですけど、パンがそんなに別に食べるのは好きやけど、めちゃくちゃパン屋行ったりするぐらい好きっていう方じゃなかったらそんなにいらんかなっていう感じなんですけど、まあ、一応バルミューダは今までのトースターってほんまに安い数千円のトースター使ってたんですけど、バルミューダ の, トースター使ってからやっぱ高いだけあって2万
5000円ぐらい確かしたと思うんですけど、まあ、高いだけあってこう外がサクッとしてて中が柔らかくて、今までのパンってこんな硬かってんやって思えるぐらい中が柔らかいので、まあ、本当にパンがお好きな方にはおすすめできるんですけど、まあ、そんなにパン別に、まあ、たまに食べるけどぐらいの方はそんないらんとは思うんですが、まあ、そんな感じの、のがバリューメニューだかなというところで番外編3つ目ということになっております。はい、ということになっているので、ランキング戻っていきたいなと思うんですが、次、今月買ってよかったもの第1位というのがですね、こちらのアークテリクスのゼータ SL になってます。で、まあ、今回のランキングがですね、1位2位3位ともう全部アークテリクスになってるんですけど、やっぱアークのものって高いんですけど、その分質がやっぱ良かったりしてたんで、まあ、ご紹介させていただくということになってるんですが、このアークテリクスのゼータ SL っていうのがですね、これ結構網羅しちゃってるんですよね。それこそ街中で着る時の秋口やったらアウターとして着れるし、で冬場とかやったら中にインナーダウンとかを仕込んでいったら体温調節ができたりとかするし、ちょっとあったかいなと思う日はフリースとか薄手のフリース入れてあげたりとかするだけで体温調節ができるので、これ結構あったら便利やなと思いますし、まあ、それこそ冬場とかやったら、まあ、ダウン着張る方も多いと思うんですけど、今そういうなんていうんですかね、ちょっと着こなしが上手い人ってこうレイヤーで重ねて体温調節しはる方多いと思うんですけど、まあ、そういう方なんかにはぴったり。いくら冬って言ってもちょっとあったかい日もあればめちゃくちゃ寒い日もあったりすると思うので、そういう時によってインナーを変えていくっていうだけで秋口から春までずっと着れるような感じになってて、まあそれ以外にはこうレビューの時にも言ったんですけど、本当にこうスーツのレインアウターとしても着れるし、まあスポーツでも着れるし、で私服でも着れるっていう、まあかなりのこの使う用途の広さで、なおかつ今まで僕ノースフェイスのこういうアウターとか結構持ってたんですけど、ノースフェイスのアウターもめちゃくちゃいいんですけど、結構ちゃんと用途に特化してくれてるんですよね。それこそ雨用やったらこれは雨用なんですけど雨用とか、あと登山用やったら登山用とか、あと街やったらちょっとスペックがもうちょっと落ちてくるとかっていう感じで、こう用途がしっかりしてる分、逆を言うとその応用が効かないんですよ。だから登山用品やったらもう登山用品っぽくなっちゃってるし、レインウェアやったらレインウェアっぽくなっちゃってるんですけど、まあ、こういうほんまに汎用性があるというか幅の広いジャケットって多分一着持ってたら結構嬉しい人多いやろうなというふうに思ってて、まあ、僕自身もこれは何も考えずに着れるので、それこそこれを1位にして5位の、ヒップモンキーをこうやって持つっていう、もうどう見ても合うじゃないですか、この組み合わせっていう合わせ方もできたりとかするので、もうこれは1位やなというところで第1位になってました。まあ、なので本当やったらマンティス26が1位かなと思って、これが2位かなとは思ったんですけど、まあ、繰り上げで1位ということになってるという感じになってますね。はい、というのが、今回今月8月の、まあ、買ってよかったものということになってくるんですけど、まあ、9月はですね、そろそろ秋物とかも出てくるかなと思いますし、まあ、今年はちょっとコロナの影響でどのブランドさんも納期とかがちょっと遅れてるみたいなんで、本当やったら8月から秋冬が出てくるはずなんですけど、まあ、来月9月ぐらいからまた買ってよかったものすると思いますので、またそれも楽しみにしてもらえればなというふうに思います。ということになってますので、本日はですね2020年8月に買ってよかったものを紹介してみたという動画になってます。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。